幹に直接実るカカオの実感成果は植物の幹に直接開花及び結実する形態のことを言う。温帯の植物の多くは新しく新調した枝にカガをつけるのが一般的だが熱帯においては幹をすることはそれほど珍しいことではない。この形態を取ることで枝の先まで手が届かない動物による受粉と採食を容易にし、 地面への効率の良い種子の拡散を行うことができる。そのため、樹上で完熟する果実を実らせる傾向がある。果物として扱われるものが多く、その独特の姿には、干渉価値が見出されている。本来はこの特徴を持たない植物でも、生育環境によって見をすることがあり、例として商品盆栽立盾にした桜などがある。果実を刺す場合は完成化という。 このタイプの植物の学名に、クセイノという意味を表すコリフローラ、特に主観にのみ、結果する種に、ミキオノを表すトランセフローラ、太い幹にのみ、結果する種には、ラマフローラとつくものがある。英名の綴りが似た植物に、カリフラワーがあるが、こちらは、ラテン語のキャベツと花を語源としているために関連がない。また、カリフラワーは完成果ではない。ジェレミー・ M.B. スミス。 トロピカルフォレストポピュレーションコミュニティデベロップメントストラクチャーリレーションシップスビトウィンザフローラーファウナインスイクロープディアブリタニカ2008年3月7日閲覧ありがとうございます